スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、トモとリエコのものづくりサポーターズ。はい、11月のラジオということで、はい、もう本当 に今年もあと2ヶ月ということになりましたね。早いですね。もうカレンダーあと2枚。本当にもうなんかいろいろあったんで、何が何だかということですけど、まあ、なんとなくね年末も迎えたことで、はい、世の中もちょっと落ち着きつつあるのかなと。そうですね、まあ、思いますけれどもね。もう、はい、もう下ばっかり向いてらんないので、うん、やっぱり何かを考えて少しでも前進するというのが、はい、まあ、皆さんのもう大方のね、みんなそんなことを考えてんじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。どうですか、はい、リコちゃん。私もあの相変わらずマイペースですけど、前にそうですね、はい、歩いております。はい、もう本当に着実にね前に進めるように。そうですね、ちょっと向かってる方向がどこだか分からない。まあそれは進みながら考えるということでよろしいんじゃないかと思います。まあ、あのね、今日のゲストさんもそういう意味で言うと、こうやっぱり僕もあの知り合ってから実はちょっと長いは長いんですけれども、でも実際じゃあどこまで知ってるのかっていうと、そんなに知ってるわけではないような気もするので、今日はちょっとそこら辺をね、いっぱいお聞きしたいなと思うのと、まあ、多分ねすごく着実に歩まれてる部分っていうのがあるんじゃないかなと思うので、ちょっと今日は楽しみですけれども、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、それではちょっとオープニングコールから入ります。はい、トモとリエコのものづくりサポーターズということで、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。トモとリエコのものづくりサポーターズ。きれい、気持ちいい、心地いい、住まいから笑顔を作り出す。タカラコーキはそんな住まいづくりのお手伝いをしています。25年間積み上げた技術力とサービスで、ハウスクリーニング、定期清掃、植木のお手入れからリフォーム、水のトラブル、ゴミの撤去、蜂の巣駆除まで、お住まいのお悩みなら何でもご相談ください。高い品質、良いサービス、タカラコーキ。トモとリエコのものづくりサポーターズ。はい、それでは早速本編の方に入りたいと思いますけれども、はい、リエコちゃん、まずゲストのご紹介からお願いできますでしょうか。はい、株式会社矢田部米番製作所代表取締役矢田部武さんにお越しいただいております。こんにちは。こんにちは、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まあ、ちょっとね最初社名と社長さんのお名前からっていう、まあ、すごく一般的な紹介から入っちゃったんですけど、あの米番っていうふうに、ね、会社の中に名前に名番って入ってましたけど、まあ、ちょっと今日ねあの聞いてくださってるあの皆さんって、こう名番って言われてパッて何を思い浮かべるのかっていうのが分かる人と分からない人っていらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、はい、まあ、矢田部社長の仕事の説明っていうのを していただきながら、その名番っていうのがどんなものなのかっていうことをも含めて、はい、ちょっと説明していただくことってできますでしょうかね。あ、わかりました。はい、ですね、まあ、うちでよく作ってる、まあ、名番とかネームプレートって呼ばれるものはですね、まあ、一番わかりやすいのはあのロゴプレートですね。うん、まあ、例えばですけど、ソニーさんとかパナソニックさんとか、まあ、ニコンさんとかキャノンさんとかですね、そういったあの、まあ、製品に必ずその会社名ってついてると思うんですが、うん、そういったものが、まあ、ロゴプレートで、あとはですね、あのよく、まあ、機械のこうあの
なんですかね、まあ、片隅についてるような、うん、その機械がまあどこで作られていつ作られて、例えば定格電圧どれくらいとかですね、うんうんうん、周波数どれくらいとかですね、そういった情報というのは必ず産業用の機械には必要なので、うん、まあ、そういった情報が入った、まあ、金属のプレートですね、そういうのを作ってます、うんうん、材質は、まあ、アルミ、ステンレス、真鍮、銅、まあ、これが主なもので、で昔はそういった銘板って全部金属製だったんですが、うん、今はまあまあ、金属どうしてもコストが高くなってしまいますので、シールですね、シールに置き換わってまして、よくまあ、パソコンにの裏側に見てもらうと、そこにもこう銀色のシールが貼られてると思うんですけども、うんうん、まあ、それも僕らは銘板と呼んでて、うん、まあ、あれはペット素材でできてるんですが、うん、そういった、シールですね。ただシールといってもこう例えばイベントで配るような紙のシールじゃなくて、もっとこう耐久性のあるような、うんうん、で結局銘板って文字消えちゃいけませんから、ちゃんとこう消えないように、まあ、ラミネート処理するとかですね、うん、そういった少し機能的なシールってところですかね、うん、まあ、そういった、金属製の銘板と、まあ、そういったシールをうちは両方とも扱っています、うん、両方やられてるんですね。やってます、やってます、うん、はい、なるほど。銘板ってあんまり普通聞かないですもんね。産業用の製品作ってらっしゃるものづくりの方だと分かるけど、うん、はい、分からないから、銘板って、あ、そういう字書くんだと思って、うん、ね、金編に名前の名字に、ね、ダウンはそうですね、はい、うん、はい、だからやっぱりそれを見てももう本当に昔は全部金属だったんだなっていうのはよくわかりますよね。そうですね、全部金属でしたね、うん、はい、そのなんか今お話聞いてると、やっぱり耐久性とか消えちゃいけない、まあ確かにうちもものづくりしてますから、昔の機械とかでもやっぱり銘板ってついてて、まあそこの字もこう刻印タイプっていうんですか、こう、そうです、そうです、はい、やっぱり切れない、消えないっていう、機械がボロボロになっても銘板だけはこうちゃんと、そうです、そうです、読めるような、そういう機能性、機能を持った、まあ、ネームプレートっていう、そういうことなんですね。そうですね、はい。いつぐらいにやってらっしゃるんですか？うちは、うちの祖父が始めたのが、うん、1941年って聞いてますので、1941年。だから、今年で80年ぐらいですかね。株式になってから、今期で61期とか、そんなもんですね。はい、うん、長いですね。そうですね、80年っていうとやっぱりすごい長いですよね、うん、まあ、その長いと思います、はい、80年前に銘板を作る会社として起こされたっていうことですよね。そうですね、何かその私が聞いたところによると、どこかその銘板屋さんで修行をしてて、うん、で自分で会社を作ったというふうに聞いております、うんうん、なるほど。まあ、そうするとやっぱりそれからの時代の日本って考えると、こう製品の数ってどん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 増えていってるイメージですよね。はい、まあ、例えばその銘板がついてたものっていうのは、まあパソコンもあるよっていう意味で言うと、例えばカメラとかそういうのにも一個一個ついてた時代って考えてよろしいんですかね。はい、そうですね、はい、でそういうものが全部金属で作られててっていう時代をやっぱり経てるっていうイメージですかね。そうですね、うち の, それこそ、まあ、高度経済成長期っていうのは、うん、カメラがやっぱ主力で、ね、メモリ版だったり、ロゴ、それこそロゴだったり、全部アルミの印刷だったので、そこら辺も全部やってましたね。だから、まあ、今でもそのお客さんはうちの主力のお客さんですけども、うん、どっちかというと大きい銘板よりかはその小さいメモリ板だったりとか、うん、そういうのをもう子供の頃からよく見てましたので、そういうのはやってましたね、ずっと。なるほど。そうすると銘板って言ってもそのメモリ板とかっていうと名前じゃなくて、ちょっとこう線が入ってて、カメラの例えばダイヤルのところとかにメモリが入ってて、そうです、そうです、 A とか B とかついてるダイヤルとか、ああいうのもやられてたっていう、はい、ことですね。そうですね、でやっぱ交差がすごく厳しくて、はいはいはい、プラマイ、コンマイチとか、はい、まあ、そういった印刷もその銘板で使う印刷では出ますので、うん、まあ、今でも出てますよ、そういうのは、メモリ板っていうのは。うん、
そうするとメモリ板っていうと極端な話、定規の代わりに使われるっていうようなものもあるってことですよね。そうですね、機械の移動とかそういうのを測るメモリ板になるとかなりこう精密さを要求されることになると思うんですけど。そうですね、まあ、外形の交差っていうよりはこのメモリピッチの交差がやっぱかなり、うん、求められるので、うん、まあ、それはうちでよくやってアルマイトとかエッチングっていうのは、うん、かなり精度出ますから、うん、それは今でも作ってます。なるほどね。なんかちょっといきなり深い話に行きたいってなって、いやいや、質問がそういう質問になっちゃったのであれなんですけど、まあそんな、まあ要は名盤っていうイメージちょっと分かったかなと思うんですけども、まあそういったものを作られている仕事をされてるっていうことだと思うんですけども、まあ例えばそうですね、まあ、規模的なっていう話なのか、まあ、どれぐらいの書体でどれぐらいの機械があってとか、はい、そんな話というのはどうですかね。あ、それは昔から今にかけてってこと。そうですね、まあ、そこら辺も含めてこうお話聞かせていただくことってできますかね。はい、一番多い時で大体30人ぐらいって聞いてますね。でそれこそそのカメラメーカーさんのカメラの部品を1点にやった時は、はい、もう量産がすごいありましたんで、まあ、今のうちの会社の近くにもう少し大きい工場がありまして、そこでやっぱ30人ぐらいいたということは聞いてますね。で一時かなり減ってで、私が入社した頃はだいたい10人ぐらいで、うん、今はまた増えて17人かな、うん、で、もう工場自体はもうめちゃくちゃ小さいので今は、うん、皆さん Google マップで見てもらうと分かるんですが、本当に私が生まれ育った家が工場ですので、うん、本当に所帯はちっちゃいです。渡部さんはいつ頃入社されたんですか？私入ったのは2003年なんですね。あ、そうなんですね。はい。それまでは何かなさってたんですか？私はちょっといろいろやってまして、ちょっと元々海外で働きたくて、2000年から2003年まではちょアメリカの方に行ってですね、うんうん、でちょっとまあうちの親のが病気になって、それで戻ってきた経緯があります。あ、そうなんですね。じゃあもしかしたら何にもなければやっぱり働いてないかもしれない線もあったんですね。そうかもしれないですね、はい。まあ、でも長男なんで、まあ、そのどっかのタイミングだとあったかもしれませんけど、まあ、その昔からそのなんかあまり会社を継ぐっていうような意思は実は なかったのは確かですね、はい。なるほどね。まあまあまあ、そういう意味で言うと人生きなものっていう感じですけどね。ああ、そうです、そうです、ね、本当に。まあ、かたやもう生まれた瞬間から後継ぎだとか言われて育てられてる人もいれば途中で歯向かってこう仲たがいになっちゃうあれもあればいろいろですよね、うん、はい、そうですか。まあ、だけどあれですよね、まあ、そのちょっと今の仕事からは外れちゃうかもしれないんですけど、そのアメリカに行きたかったとかって思ってたなんか理由っていうのはあるんですか？国際機関で働きたかったんですよね。その世銀とか国連とか。ああ、そうなんですね。ワシントン DC の大学に私ちょっと行ったんですよ。まず大学卒業して、うん、ちなみに斉藤さんと私後輩なんで社会人になってから知ったんですけど、はい、まあ、実は、まあ、全然関係ない本当うちの取引先でもないところでちょっと会社勤めしたんですよ。あ、そうなんですね、はい、大学卒業して、じゃあ一応就職して、はい、就職しました、はい、でその後、まあ、それでちょっと前々から来たかったんで、うん、ワシントン DC の方に、行って、まあ、大学院は1年半ぐらい行って、うん、その後向こうの大学卒業しますと1年間就労ビザが出るんですよ、はいはい、ですね、プラクティカルトレーニングのビザですね。そうです、はい、それでちょっと向こう残って、で、まあ、あるところで働いてたんですけど、まあ、どうしてもなかなかああいうそういう国際機関って
私マスター持ってますけど、周りみんなドクターとか、うん、ハーバード、PhD とかいますんで、うん、なかなか仕事を見つけるのは大変、まあその中でも一応見つけたかったんですが、うん、まあそうやってる時に一応うちの母親のこともあったので、うん、まあそこはまあ一旦まあ区切って一応戻るように、うん、まあそういった経緯ですね、はい、なるほどね。いきなりその2003年に戻られてきて、まあ、家族、まあ、家業だから分かってはいらしただろうけれども、何からっていうか、その名盤をどこまで理解していらしたのかなとか、急にどうしようとか、なんかそういう戸惑いはなかったんですかね。あ、まあ取り扱ってるものに関しては、はいはい、なんですかね、僕は逆に新鮮で、うん、例えばステンレスの、まあ、エッチングって品物あるんですけど、まあ、単純に、まあ、綺麗だなと思いましたね。逆にあんまりその昔から別に家業を手伝ったりしたわけじゃないので、うん、実は製品よく分かってなかったんですけど、うん、帰ってみたら、うん、結構綺麗だなとこれは、うん、あ、こんなことやってんだっていうのを、まあそのまあ、製品に対してはそうですけど、うん、なんか単純に何ていうんですかね、僕が興味があったのは経営の方で、うん、やっぱり私そのワシントン、まあ、大学の時も経済学ですし、うん、大学院の時でもそのちょっとやっぱビジネス関係を取ってたんで、うん、まあ、多少なりともその財務諸表とか見れるわけですよね、うん、だからこう言ったら失礼ですけど、あ、実物だみたいな、これを自分でいじくれるのは楽しいかなっていうのが実は、ね、そこがきっかけです。だここ削ったら黒字になるよなとか、うん、あ、ここなんだなっていうのは、私結構数字が好きなので、うん、そこからの取っかかりですね。だから家業をどうにかしようとか、うん、そうじゃないんですよ、実は。あ、ちょっと勉強したことがここにあるんだと。あ、なんか実践できるよみたいな感じ。あ、そうですそうです、でやっぱりまあ正直言うとうちもそうなんですけど、やっぱりうちの、まあ、先代の代の経営ってやっぱりその数字のところがちょっと弱かったり、こうやっぱりいろんなところから水が漏れてるじゃんとかっていうのがそうですあったりするから、なおさらそこら辺がこうなんていうんですかね、規模とかスケールとかは別として、なんとなくこう実感として事実がそこにあるんだみたいなことが、こう柳田さんのこうなんていうんですか、興味をかき立てたみたいな感じなんですかね。だからなんとなくこう別にどうこうってわけじゃないですけど、こうやっぱり世界で働きたいとかっていうこうものでアメリカ行って戻ってきてっていう、その間でどんなこうあれがあったのかなって、心の変化というか対象の変化というのがあったのかなっていうのはちょっと聞いてみたかったんですけど。ああ、なるほど、はい。なんかそんなところにね、やっぱ理由ってあるじゃないですか。やっぱり本人が良ければそれで周りが何て言ったって別に関係ないわけだから、そこに面白みを感じたって言えばもうそれはそうなんだなって思いますけど、なかなかそれ外から見てても聞ける話じゃなかったので、うーん、なるほど。ちょうどその頃小泉政権だったんですよ。ちょっと日本の雰囲気が変わったし、はいはい、私ワシントン DC にいたんで、うん、やっぱ来ますよね、政治家の方 DC に、うんうんうん、そうするとまあ、日本にいる時よりも結構偉い人の話とかただで聞けたりするわけですよ、ワシントンにいますと。あ、で日本変わってるんだって、小泉さんになってちょっと雰囲気変わったんだって、なんかその勢いもなんか家業に入れたら面白いんじゃないのかなってのを思いましたね。ガラッと変えるチャンスじゃんって。なるほど、ね、まあまあそうか、 DC にいるとやっぱり政治に近いんですね、アメリカにいても、ね、そうですそうです、はい、僕はやっぱり2003年っていうと、実は私もアメリカにいたんですけど、インディアナにいたので、あ、まあやっぱりコンサバティブなもうドアメリカですよね。そうすると小泉さんがアメリカに来ててもニュースやんないみたいな、逆に日本の首相が来たぐらいじゃみんな何があるんだか分かんないっていう、そんな感じではありましたけど、うーん、なるほど。じゃあそのアメリカの流、まあ、アメリカの経験を経て、まあ、日本に戻ってきて、じゃあ2003年からじゃあ実はその名盤を作るとかっていうものづくりの部分っていうのは実はそこから学んだみたいな感じ。そうですそうですそうです、うん、でじゃあ社長になられたのっていつなんですか。もう2年後
3年後なんですよ。早いんですよね。私29の時なんで、はい、だから今46なんで、もう結構やってますね。そうですね。もうだからそういう意味で言うと入社してから18年ぐらい経たれてるし、まあ社長になられて、まあ、15年ぐらいは経ってるってことですよね。そうですそうです。はい。ああ、そうなんですか。それでね、まあ、僕ちょっと矢田さんのこうホームページとかも拝見させてもらってるんですけど、やっぱりちょっとここへ来てまたすごいパワーアップしてるなっていうのをちょっと気づいた部分とかもあって、はい、まあちょっとこう今までの話の中でね、名盤っていうとどっちかっていうとちょっと B2B の部分なんですかね。そうです、 B2B です。そうですよね、はい、であとそのまあ、名盤といってもやっぱり精度がいるとかちょっとハイエンドの部分をやられてるのかなっていうイメージもちょっと思ったんですけども、はい、まあ、そんな中で、まあ、現代社会においてこうどんなふうにこう、まあ、それでいてもこう簡単ではないと思うんですよね、商売を今やっぱり受注取るとかっていうことも含めて、うんうん、まあ、そこら辺をちょっとどういうふうにやられてるのかなっていうことをね、後半でお聞かせいただければというふうに思いますけど、はい、ちょっと前半これで一回、はい、コマーシャルに入りたいと思います。後半もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。トモとリエコのものづくりサポーターズ。日本一おいしいどら焼きをはじめ、中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります。味わい、彩り、時を受け継ぐ技、心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心、富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんか。トモとリエコのものづくりサポーターズ。はい、ちょっとこんな感じで進めていきますけれども、よろしいですか。はい、大丈夫です、大丈夫です、はい、今4分の1が終わったような感じ。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとこう会社の全体像を聞くって言いながら聞いてないような気もしますけど、どういいですか。大丈夫ですかね。大丈夫です、はい、わかりました。じゃあちょっと早速後半時間もあれなんで行っちゃいたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ちょっとね前半で、まあ、名盤っていうものとか、まあ、会社のこととかねちょっと聞いたつもりではいるんですけども、まあそんな中で、まあ、ちょっと皆さんにはね、矢田さんの会社のホームページってぜひこう聞いた後に見てもらいたいなと思うんです。結構いろんなすごい情報量があるんですよね、うんうん、で、まあ、この世界の中で今本当にこう仕事を会社をやっていくっていう上においてやっぱ受注を取るとか仕事を取っていくとかっていうことは、まあ、いろんなことをやらなきゃいけないと思うんですけど、まあ、私ホームページ見ててかなりいろいろこう戦略的に考えられて工夫もされてるし、まあ、本当にこう 時を追ってパワーアップされてるみたいなことも感じるんですけども、そこら辺のこう社長の考え方とか、まあ、今までやってきたこととか、まあ、それの結果成果みたいなものをちょっとお話聞かせていただければと思うんですけども、まあうちも結局大きい所帯からちっちゃくなったってことはそれなりにやっぱり業績もかなり落ちたわけですね一時、うん、でまあなんでかっていうと、まあ、答えは簡単で仕事は海外に行ってしまったからなわけですよ、うん、でそこでうちは海外に行かなかったわけなんで、うん、自然と仕事は減りますよね。でうちのお客さんっていうのはまあホームページ見てもらえば分かるんですけど、まあ皆さん知ってるような大手メーカーさんばかりで、そうですね、そうしかも直取りですからほとんど、うん、だからその他から他の方が見るともう安泰じゃないみたいな話をよくされるんですけど、うん、やっぱりその日本のメーカーさんどこもそうですけど皆さん海外に行ってますんで国内の仕事はやっぱり先細りなわけですよね、うん、まあそれはだから
結局、まあ、僕が会社戻ってきた時って相当業績も悪かったですし、だからまあ何とかしなきゃいけないと。でそれによってかなり絞ってしまったので、社内でできる生産能力っていうのもすごくちっちゃくなってしまったんですね。で、まあ、ここからどうするのかと。で結局もう、亡くなった仕事を追いかけてもないんですよ、結局。うん、外へ出てっちゃった仕事って意味ですね。そうなんです、うん。はい。で、結局、お客さんに仕事をくださいって言っても、出す側もなければ出せないわけなんで、とにかく私考えたのは、もちろん、今の既存の昔からのお客さんはもちろん大事にしますし、私、ブログでも書いてますけど、うちのお得意さんは僕の中ではもうすぐ何でもやりますから、それはもうもちろん前提として、でもやっぱりお客さんの数を増やしていかなきゃいけないと思ったんですね。でそれで始めたのがインターネットでホームページを作って、まあ検索エンジンで上に引っかかるような、そういう戦略を始めたのが、まあでも何年前ですかね、もう十何年か前からやってますので、でホームページも最初作ったものから今はやっぱかなり、さっき斉藤さんおっしゃられたんです、まあ、かなりパワーアップじゃないですが、情報量をどんどん増やしていくような形にしていって、だから集客っていうのはもうネットがほとんどですね、今。ああ、なるほど。もうじゃあいわゆる営業で新規開拓なんていうのを活動的に行動としてやってることはもうないってことですね。ないです、ルートではないですね。でも新規のお客様はもうネットを通して問い合わせが、そうです。そこから特化会でもちろん、今はちょっとコロナで行きませんけど、まあ結構大きい仕事だったらもちろん私行ってお話しますし、はい。ただいわゆる新規開拓でこうドブ板営業じゃないんですけど、そんなことはもうしないってことですよね。新規のために行くとか、アポ取ってまずそこから行くとかいうのはもうほとんどないと。ただそのまあ、ネットもドブ板だと思うんですよ。結局取っかかりなので、そこで仕事出してくださいって直接やっぱり言ったりってはしましたけど、なんで皆さんインターネットがで仕事、まあ、そういった業種探すかって、すぐ答え知りたいからですよね。あと人にこうやって訪問して、挨拶してっていう、そういったプロセスを経ないで、作りたいものはこれです、これだけ作りたいです、いくらですか、いつまでできますかって、結局それがお客さんのニーズなんで、最初は私その取っかかりで土偶対応してましたけど、やっぱお客さんの中には なんで来るんだっていう、ような方もいらっしゃるわけですよ。なんでネットでいいじゃない、来てほしくないからネットなんみたいな、そうですそうです、イメージですね。だから今私もガラッと変えて、できる限り、まあ、会社にいるか、まあ、常にオンラインでつながっておいて、まあ、そういった問い合わせが来たらもうすぐ回答すると、そういった方に書いてますね。名盤って多種多様ですよね。そうですね。で、ホームページ拝見すると1枚からもう作ってくださるってことだから、本当にあの先ほど B2B だっておっしゃってたけど、これから B2C が増えていく可能性も大いにあるわけですよね。ただその B2C ってなかなか難しくてですね、なんて言っていいか分かんないんですけど、やっぱりニーズが、なんていうんですかね、多様化しすぎて、もし B2C をやるんだったら、ある程度固めといて、どっか一個変えるみたいなセミカスタマイズぐらいの感覚じゃないと、まあ、なかなかその今のうちの体制として、まあ、利益を上げるのは難しいかなと、やっぱり B2B がやっぱ主です ね、 そうですね。なるほどね。じゃあその B2B だとして、答えがすぐ欲しいわけじゃないですか、お客様に、これをいついつまでにどれだけの数を言われた時に、本当に先初におっしゃったような金属だったりプラスチック樹脂製のものだったりシール状のものだったり、いろいろこうオーダーがあるわけで、その時にじゃあお値段をどうやって決めていくのかなっていうのも、問い合わせ来た時にやっぱりいろんな方が回答しなきゃいけないわけですよね。その社員、それはね、私やってるんです。あ、営業窓口は私一本で、あ、じゃあそれで、はい、決めちゃってます。できるんですね、はい、そうですね。
まあでもやっぱりすごい大変ですよね。負荷がかかるところではありますよね。最初のこうレスポンスのこうやっぱり上げて、なおかつ回答もしてっていうと、そうですね、やっぱり社長いないと回答できませんみたいなのも問題になっちゃう部分っていうのがあるのかなって思ったり、まあ、なのでまあ電話なり問い合わせが、まあ、今はメールが多いので、メールって私 iPhone 全部 Gmail で飛ばしてますから、すぐ見れるわけですよ、だから急ぎのものはあの外から電話したりとかですね、あと、まあ、大変です正直言っていやそうですよね、やっぱりそれはそれであの大変は大変だというふうに思いますよね。あとあのすごいなと思ったのが、すいません、すごいと思ったのがあのブログですよね。ブログのその文章の文字数とか書いてらっしゃる内容も結構深いところ、結構所感を含めていろいろお考えお話しなさってて、あ結構毎日これを上げていかれるのも大変じゃないかなってちょっと思ったんですけど、どうなんでしょう。まあそんな大変じゃ今なくなってて、なんか日々ただ最初は始めたきっかけって私の仲間が昔やってて、あの僕もやってみようかなと思ったんですけど、やっぱなかなかあのできなかったんですが、ちょっとあの私の知り合いにそのブログページですぐ投稿できるようなものを作ってもらったですね。それからもう思ったことを、まあでもあれ書くの30分未満ですよ、大体20分とかそれぐらいで記事書いてますんで、そんなに負担じゃないですね。ブログはなんか変な質問ですけど、何のために書こうと思われたんですか？そうですね、なんかきっかけは、なんか新しいことをやりたかった時があった、2年前ですかね。で何やろうかなと思って、昔からブログ書きたいなと思って、で始めたのがきっかけで、あんまりその営業として使う目的じゃなかったんですよ。で結局始めると、あれってブログってそれこそ日記なので、あのなんか人に見せるっていうよりか自分が結構毎日考えてることを残せたら面白いかなと思って、まあ、あのただあれ名盤屋のブログなんてそんな 毎日何千人も見に来ませんからでも結構リピーターの方がいらっしゃって、なんかその一応たまにアクセス数見るんですけど、割と伸びててよく読むなと思ってコアなファンがやっぱこう、いやもうだって 正直言うと俺たまに読んじゃう時あるんで、そう、いやでもやっぱりあのなんていうのかな、まあ、確かに万人受けはしないかもしれないけど、しないですね、でも、あの琴線に触る部分とか結構あったりすると思わず、思わずコメント返しちゃったりするから、だから結構ね、やっぱりそういう意味で言うと、僕から見ると、あ結構いろんなこと正直に書かれてるなっていうのは思うわけ。こういう問題があるんだよなとかっていう、ある人はちょっとこんなの出さないよっていうのもあると思うんだけど、そういうのも自分の苦労とか会社のこう今こういう問題が上がってんだよっていうことも含めて、結構いろんなことをもうストレートにボンって、さっき日記っておっしゃってましたけど、やっぱり自分の日記として書いてるんだとすると、ああそうなん、それがまさに起こってるんだなって。そうですね。でさっきね、あの書くことに苦労しませんっていうのも、もしそういうふうに起こってることを日記に残すんだったら、もうものづくりやってたら毎日いろんなことが起こるじゃないですか、っていうことも含めて起こるから、それをこうあれぐらいのブログに残すっていうんだと、確かに30分ぐらいで慣れるといけちゃうのかなっていうのは、これは書けないようにしようとか、そういうのかことを考えちゃうと文章って結構難しくなっちゃうじゃない。そうなんですよ、でも思ったことバーンって残すっていうふうに割り切れば、まあこと書かないっていう製造現場は、ね、話題にリアルで面白いですよね。そうなんですよ。だから割と製造現場知ってる人が読むと、ある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 みたいな話がいっぱい出てくるんですよ。しかも矢田部さんの話ってやっぱちょっと経営者サイドというか、あの作業者でもなくて、やっぱりちょっとそれをこうどうやって解決しようかなとか、そういう視点に立ってるから、まあちょっとそこら辺も僕的にはやっぱ面白い時があるんですよね。トラブルが発生するとってことですね。どこぞの俳優が
事件は現場で起こってるんだっていう、まさにまさにあれのあれの部分ですね。そうですよね。なんかちょっとしたドラマでそういうあの町工場の話とかそういうの見るよりリアルの話だから、うん、そうそうそう、めっちゃ面白いですよね、うん、ありがとうございます。そうだからちょっとね、そういうこうのが面白い人は面白いと思うんですよ、あの、社長のブログって、でしかもね、Facebook とかで友達になってると更新のたびにそれが上がってくるから、そうです、ちょっとクリックしちゃうんですよ、上がると今日はどんなことが起こってんのかなって、まあ、あのぜひちょっとね、こう興味ある人はブログの方も見ていただいてね。で、まあそんなことでちょっとブログもあるんですけど、でもやっぱりそのブログっていうのもホームページに人を寄せる戦略の中のこう考えにはあったりするんですか？まあ、ある。でもだったらもっといいこと書いてた方がいいかなと思うんですよね。なるほどね。そう、だやっぱあれ結構やっぱ仲間うちの社長が読んでて、分かるとか言って分かってますね。そうですよね。うちもそうとか言って。そう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 。やっぱりその トラブル対応ですよね。あとトラブルが発生すると重なるじゃないですか。そうなんですよね。そうですよね。そうなんですよね。あれなんですかね。って思うんですけどね。それでね、思うんですけど、やっぱりね、少量多品種を手掛けてるところのあるあるでもあるんだと思うんですよ。大量生産って結局システムだとか機械だとかオートメーションだとかに解を求めるから、なかなかそういうのはないんだけど、やっぱり人間臭いというか、人間がそこに介在してるから、なんでこんなことが起きるのっていうことも多分ね起きるんだと思うんですよ。そうなんです、うん、その人間味みたいなところがね、うんうんうん、で僕らの仕事ってそれをフルオートに変えたら商売にならないんですよ。そうなんです。ビジネスモデルとしてそんな金かけられたらやるよ。でもそんだけの仕事ないし、そんだけのボリュームも今、まあ、さっき言ったように海外に行っちゃってるんだしっていう、その中で買いを求めると本当にこう人間臭い、泥臭い、まあそんなところもね考えていかないと、うん、だからそこがやっぱりこうなんかこう共感できる、共鳴できるところなのかなっていうふうにも思うんですよね、うん、まあ、こんな話してるとブログ読んでない人は何話してんだお前らっていうふうにもなっちゃうと思いますけどぜひね、うん、ぜひブログとか矢田部さんの会社のホームページね見ていただきたいなと思うんですよね、はい、まあちょっとブログの話ばっかりになっちゃいますけど、でもやっぱり写真とかも結構載っけてるじゃないですか、はい、動画も YouTube にリンクして、うん、いろんな工程の動画を見られるようになってたり、やっぱりあそこら辺っていうのはさっきおっしゃってた来てやれるかやれないかすぐ分かるっていうコンセプトの中で、うん、ホームページも作り込まれてるのかなってちょっと思って拝見してたんです。まあ実は前見た時あれなかったかなって思ったので、あの映像が、そうですね、はい、あれをやった後にこう例えばちょっと受注が増えたとかアクセス数が増えたとかそんなのがあるんですか？そうですね、受注は増えてはいるんですけど、細かく書いた後の結果なんですけど、うん、ざっくり書いた時って問い合わせ自体もざっくりしてるんですよ。名板作りたいんです、そうなるとこっちは何用ですか、うん、材質は何ですかって全部、うん、まあ、コンサルテーションから始めなきゃいけないんですけど、うん、ああやって細かく書くと、うん、事例何番と同じものを作りたいですって、もう受注なんですよ、うん、それほとんど金額も大体載けてますから。あ、だから事例っていうのを私すごい何件も載っけてるんですけど、はいはい、皆さんあれを見てこれと同じものって、うん、そうするとお客さんの方をもう見てる状態で大体分かってるんですね、情報が、うんうんうん、それがやっぱり狙いだったんですけど、まあそれは狙い通りでしたね、うん、あ、じゃあ、あれも書きたいから書くとおっしゃってますけれども、やっぱりその熱量とかいろいろ事例とかがこう次の仕事にもつながってきてるってことですよね。そうですね、でもあれでもかなりまだかなりオブラートに包んで、なぜかというと名板って全部会社名入ってるじゃないですか、だから、うん、ただそこら辺を大体これぐらいのサイズでこの数量だったらいくらぐらいっていう参考価格を乗っけていくと、うん、やっぱりお客さんの方も判断しやすいと、うんうん、はい、はい、なるほど、はい、
ちょっとこれで1回目のお時間がね、そうですね、詰まってきちゃったんですけど、まあちょっと実はここからちょっと面白い話に行けそうかなっていうところ で、 そうですね、はい、1回目終わりなんですけど、ぜひ今の話とね、あとまあ僕はやっぱりちょっとものづくりの方の現場の話もね、お聞かせいただけたらなというふうに思いますので、はい、ぜひ来月の方でそこら辺の話をお聞かせいただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。トモとリエコのものづくりサポーターズ。地域コミュニティを大切にする金融機関、第一勧業信用組合。地域やお客様の課題解決、そして永続的な社会づくりに貢献します。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。トモとリエコのものづくりサポーターズ。はい、今日初めてね、名盤の話とか、はい、まあリエコちゃんとかね、私は実は名盤って言われてもそんなに遠い世界じゃないなというふうに思ったんですけど、でもやっぱりそれを作るとかね、そうですね、あとまあ八代さんの場合やっぱりそれをどうこう売るかって言ったら変ですけどね、こう営業活動として、まあ、会社ですからね、受注取らないといけないということで、そこら辺でかなりいろいろ工夫をされてる話がこうちょっと最後の方で聞けたので、そうですね、次ちょっとそこら辺の話をもうちょっとお聞かせいただきたいなと、趣味ですね、うん、思いましたけど、まあでもリオちゃんなんか割と名盤、はい、いるんじゃないの。あ、いりますね。前もその大きい関係の製造業にいたんですけれども、重工関係の、うんうん、その時にやっぱり名盤っていうのをこう最後製品プラントとか作っても大きい名盤バンって入れるわけですよ。そうすると、あ、そうかそうか、プラントとかの名盤もあるんだ、そうバンってあるんですよ。そうするとやっぱり名盤入れるとこうちょっとその製品化したものの魂入るような感じで、もう名盤入れるっていうと、もうやったって、もうやっとこう性能調査試験終わって、これでお客さん収められるっていう、なんかちょっと感動もひとしおみたいな、最後のこの刻印が、ああ、そういうもんなんですね。私にとってはね、こうドラマを感じる、もう名盤入ったっていうと、あ、出せるみたいな、そういう。やっぱりあなた変わったお女子だよね。いやいや、そうですね。そういう感覚知ってる。そうですね。名盤作ってらっしゃる方に、今回初めてお会いできて、光栄です、すごく。ものづくりのこう魂出る人みたいな。じゃあちょっとそこら辺のパッションをちゃんと次はお伝えしないとダメなんじゃない。そうですね。ちょっとファンですみたいな感じで行きたいですね。はい、はい、じゃあまあ今月もそんなことで、またちょっと来月ね、はい、面白い話聞けるように頑張りましょう。はい、ありがとうございました。